大阪西天満の中国料理店オーブの東浩二と言います。今日は鶏肉と生姜の、ワンタンをご用意したいと思います。では鶏ひき肉と生姜のワンタン、作っていきますけれども、先に肉あんですね、鶏ミンチと生姜のあんを作っていきます。鶏ミンチ 100g 用意していただいて、まあよーく混ぜてください。ここが一番ポイントですね。ピンク色っぽくなるまで、はい、白っぽく、ピンク色っぽくなるまでしっかり練ってあげると、タンパク質がほぐれてきて口の中に入れた時に旨味が広がりやすい状態になるのと、つなぎを入れなくても肉がしっかり食べれるような美味しい状態になってくれます。こんな感じでどん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 粘り気が出てきますね。まあ、こうやって叩いていただいてもいいですし、流すよーく練ってください。でだんだんこう糸を引いてきます。口の中に入れた時に練らないともそもそしちゃいますね。豚でも鶏でもしっかり練ってください。もうひき肉料理は全般しっかり練るのが一番大事ですね。こんな感じで練れてきたら、料理酒とお醤油各小さじ1ですね。おろし生姜、よいしょ、もう入れていきます。このようにしっかり粘りが出て糸を引くようになったら、玉ねぎですね。鶏肉 100g に対して 30g みじん切りにしたものを入れます。片栗粉を小さじ1、ごま油を少々、もうほんの少しですね、少し入れていただいて、香り付けです、少しだけ入れていただいて、ここで練り合わせてください。ここはもう力を入れないでさっくり練り合わせるぐらいで大丈夫です。あんまり練りすぎると玉ねぎから水が出てきてまたべちゃべちゃになっちゃいますので、気をつけてください。これでワンタンのあんの完成です。ではだいたい 12g ぐらいですねをここに置いていただいて、真ん中よりちょっと上に置いてください。半分に折りたたみます。もう一回たたみます。で、手前のここ右の手前と左の手前、これをスッと合わせるようにギュッて包んでください。そうするとまあ、お店のワンタンの包み方ができます。もう一度できます。半分に折って、漏れないようにここちょっと伸ばしてください。もう一回半分。でこの手前の二つを、ぐっと上と下で合わせる。ギュッと包む。これだけです。ワンタンのタレを作っていきます。フライパン、小さい鍋に小さじ1、ちょっと小さじ2ぐらいですかね、の油を引いていただいて、赤ピーマン2分の1個をみじん切りにしたものと、万能ネギですね。4分の1は、だいたい 25g ぐらいを、みじん切りにしたものを油に入れていきます。で、さーっと、中火でさーっと炒めていってください。あんまり時間かけすぎると今度ネギが茶色くなってきちゃうんで、サッとで大丈夫です。こんな感じでネギに香りが出てきたら、お醤油大さじ1、酢も大さじ1。で、みりんを大さじ2分の1ですね。これでさーっともう沸いたかな、沸いてないかなぐらいのところで完成です。では、沸いたお湯にワンタンを入れていきます。はい、常に沸いてる状態でだいたい3分ほどですね。いっぱいたくさんやるときは4分ほど入れてください。沸いてる状態で3分です。ちゃんとこのふつふつと沸いてる状態を保つことですかね。変に弱くしたりして返したりとか、何でもかんでも強火にしてボコボコにやってるとワンタンが崩れて肉が出てきたりするので、ふつふつと沸いてるぐらいをキープしていただければ大丈夫かなと。じゃあ3分経ったので、切っていきます。ではワンタン盛り付けていきます。まあ食べやすいように、あんまりこうたく
くさん上に重ねない方がいいかなと思います。ある程度こう横に並ぶ、まあ、こんな感じで先ほどのタレを薬味が入ってるたっぷり薬味乗せてこういう風に鶏ひき肉と生姜のワンタンの完成です。